トゥーハート2、16回目。この身を意識するあまり妙な空気になってしまう中、まさかのお泊まり会でございます。現在4月24日土曜日、何も起きないはずがない。前回からの続きいきましょう。テーブルの上にスーパーの袋を置く。ふう、結構買い込んだ。あれから昼をヤックで軽く済ませ、買い物がてらに街中をいろいろと見て回った。この身は嬉しそうにはしゃいでいたけど、どことなく無理して明るく振る舞っていたような気がする。本当に泊まるのか。思わず口からそんな言葉が出た。この身は一度家に戻って泊まるための着替えとかを持ってくるらしい。落ち着かない。そわそわするというか、胸が高鳴るというか、モヤモヤするというか、とにかく落ち着かない。なんかもうね、高木くんの方がちょっといや、よくないな。なんだってこんな気持ちに。どうしたんだ、今まで平気だったろ。玄関のドアが開く音。お邪魔します。この身が家に上がってくる。あれ、タカ君、私服に着替えてる。まだ着替えてなかったの？ああ、ちょっとね。それよりおばさんは？うん、もう行っちゃったみたい。そうか、本当に行っちゃったのか。おばさん、一人娘を俺のところに二人っきりで泊まらせたりして平気なのか。俺を信用してるってことなのか、それともまだ子供だと思っているのか。お母さんに何か用事あったの？いや、ちょっと聞いてみただけだけど。そうなんだ。そう言いつつ俺の言葉に納得していないような、そんな表情。それじゃあお料理始めるね。それでも気を取り直してって感じで明るくそう言いながら、この身はエプロンして腕をまくれる。もう少しゆっくりしててもいいって。明日は休みなんだし、少しくらい晩ご飯の時間が遅れたっていいから。ううん、じっくり煮込まないといけないから。そうか。タカ君はゆっくりしてて。前回はさ、なんか一緒に寝たいっつって部屋に来たんだったよね。今回はどうなんだろう。材料が入ったスーパーの袋を手に、この身は台所へ向かった。と、人参。そうか、また必殺カレーか。玉ねぎ、牛肉、トマトの缶詰、マッシュルーム、ナス。確認するように袋から材料を取り出している。そしてお母さん指定のカレールーと。スパイスを自分で調合してるっつってたっけ。やっぱりぎこちない。このままじゃダメだ、なんとかしないと。お、カレー CG 出ましたよ。この身、あのさ、人参の皮を懸命に剥いているこの身。包丁を使う手つき相変わらず危なっかしい。あれじゃ危なっかしくて話しかけられないって。なんか言った？いや、大丈夫なのかなと思って。うん、大丈夫。とてもそうには見えない。あ、突然この身の手からスルッと人参が滑った。ポッコン、コロ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 、音を立てて人参が床を転がる。この身を見ると、何やら親指の先を口にくわえてる。指切っちゃった。あらあら、もしかして切ったのか。大丈夫、ここでセリカお嬢様の契約ですよ。血をなめさすってなかった、やんなかったっけ。ちょっと見せてみ。この身の手を見ると、親指の腹の切り傷からうっすらと血がにじんで出ていた。幸いなことに、この身の言う通り、あまり深い傷じゃないみたいだ。ね、平気でしょ。いや、でもこういうちょこっと切ったの方がなんか後を引きずる痛さない？ちょっと待っててな。棚にしまってある救急箱を取り出す。自分のだったらそのまま放っておくが、この身は放っておくわけにはいかない秘伝のスパイスが入っちゃいますもんね、このままじゃ必殺カレーにねやばいスパイスが入っちゃうから。救急箱から絆創膏を取り出すと、それをこの身の指に貼った。痛くないか？うん、大丈夫だけど。そうか、じゃああとは俺がやるから交代な。この身はテレビでも見れていいから。いいから、指を切ったんだろ。ちょっと切っただけで大した傷じゃないよ。危ない危ない、本当に平気だよ。分かった、それじゃあ俺も手伝うよ。え？それならいいだろ。でも待ってるだけってのも退屈だし、それに二人一緒の方が楽しいだろ。タカ君いいこと言うじゃない急に。俺は何をしたらいい？うん、それじゃあ
畑くんにお野菜の皮むくのお願いしてもいい？もちろん、遠慮しないでどんどん用事を言いつければいいから。皮をむくのは野菜だけでいいんですかね、果たしてどういう意味だよ俺のこの余計な一言いらないよね、ごめんなさいそうだ、こうしてればいいんだ突然笑っているはずの好みの瞳からホロホロと涙がこぼれた。な、どうした、やっぱり痛いのか本当？本当に玉ねぎの涙？タッタンタン。そう言いながら好みは玉ねぎを刻んでいく。面白いよね。玉ねぎで涙が出たり、胡椒でくしゃみしたりするの。漫画の中だけかと思ってたのに。人間は自然界には勝てないって思っちゃいますよね。笑いながら嬉しそうにボロボロと涙をこぼして玉ねぎを刻んでいる。好み。いやでもいくら玉ねぎとはいえ女の武器は涙だと思いますよ。あ、できましたね、必殺カレー。今回も美味しそうじゃないですか。じゃあいただきます。はい、召し上がれ。目の前の皿には大盛りのカレー。好みにせかされるままスプーンを口の中へ入れる。お、怪我してたのにこの前よりかうまくなっている。野菜とかも同じ大きさに切れているし。どう？うまい。確かにこの間のと違う。本当だよ、上達したなお母さんのお手伝いとかして練習したんだよ。あ、お弁当を作ってる疑惑もあるもんね。お料理の勉強。あ、おかわりいいか。うん、食べて食べて。皿を受け取りご飯をこんもりのせる。はい、ちゃんとお食べ。おいおい、そんなに食べれないってなんか普通にいい雰囲気だぞ。食べ終わるといつものようにリビングでテレビを見ることにした。ふう、さすがにもう食べれない。ごちそうさま。おそ松さま。いい BGM が。本当に蒸発、蒸発じゃない、上達してたな。蒸発しちゃダメだよ、お好み。上達した。危なっかしかったけど。このままいけば料理の得意ないい嫁さんになるかもな。あら、そっかな。顔が赤いよ。そうそう。これなら俺がもらいたいくらいだよ。いつもと同じ軽い冗談。いやいや、このタイミングでそんなこと言っていいの？違うのは、好みは膠着し、そして俺は真っ赤にしてうつむいた。いや、冗談になってない。え、何か踏んではいけないものを踏んだような、そんな感じがした。静寂、そして気まずい雰囲気。そうだ、しなくちゃ。好みは慌てた立ち上がると皿を片付け始める。あ、俺がやるって。好みは指を怪我してるだろう。大丈夫だよ、血も止まってるし、ほんのかすり傷だから。赤くんはテレビでも見てて。そう言って逃げるように台所に行ってしまった。焦った。なんであんなことを言ったんだか。洗い物の音。あ、驚く声。どうした？ほう、ああ、頼まれた通り好みの背後に立って袖をまくる。なんかよくわかんないけどエロティックだね。これでいいか。うん、あれ。だがめくった袖はパラリとほどけて元に戻ってしまう。中途半端に袖が短い上に袖口が広い服なので、これじゃいくらめくってもすぐに元通りだ。仕方ない、袖の紐を使って止めておくか。好み、なんでか好みはうつむいたまま押し黙っている。どうかしたのか。ううん、好みの顔が妙に赤い。うなじのところまで真っ赤だ。気がつくと好みと密着している。た、悪い。慌てて間を取る。後ろからこうアスナロ抱きみたいな感じになっちゃったってことでしょ。古いアスナロ抱きでしょ。押し黙る好み。再び沈黙が始まる。今までこんなことなかったのに。なんでだよ、これまで散々ベタベタとくっついてきたのにあんな反応しなかったろ。袖のところ縛っとくから。うん、じゃあリビングにいるな。うん、洗い物の音。俺は何もすることがなく、なんとなくテレビをつける。
テレビの中ではどこかの若手芸人がしょうもないギャグをかましていた。いつもならくすりと笑うのに冷めた気分になってチャンネルを変える。これあれな、占いの本な。俺との相性を占った雑誌を慌てて奪ったこの身。でも俺は見てしまった。その結果に喜ぶ文字と一緒に書かれた大きなハートマーク。それの意味は考えるまでもない。なんで思い出したんだ。忘れるようにしていたのに。ちらりとこの身の後ろ姿を見て慌てて視線を戻した。しかも今度のはなんかまずい、非常にまずい気がする。忘れようといろいろとテレビのチャンネルを変えてみたけど、この身を意識してしまってテレビを見るどころじゃなかった。うわー、意識しまくりだ。これで一緒に寝るって言い出しちゃったらもう始まっちゃうよ。本当に子供ができちゃうよ。やがて洗い物を終えたこの身がリビングに入ってきた。俺の隣にちょこんと座り、そのまま二人してテレビを見る。気まずい。いつもなら会話なんかしなくてもただ隣にいるだけでよかった。それがなぜか今日に限って間が持たない。かといって何か話しかけるようにも、こんな時に限って何も話すことが思いつかなかった。好みの方もこっちを気にしているのかといって、こっちをチラチラと盗み見しているの、盗みたりしているのに、黙ったままでこっちに話しかけてこないし。もう行かせてーだよね、これね。テレビの中からもう行かせてーっておなじみのあのお笑い芸人の声が聞こえてくる。これが有森さんだったらね。笑いを取れるところなんだけど、伝わるかな。詳しくはトゥルーラブストーリースタマーデーズ&イエットで。どのくらいそんな不自然な沈黙が続いただろう。ふと気づけば土曜深夜のニュース番組が終わり、時計の針はもうすぐ12時を指そうとしていた。ずいぶん遅い時間までテレビを見ていた。いつの間にかこんな時間か。そうだ、お風呂入れてこなきゃ。お風呂、ま、そっか、お風呂まだか。立ち上がり風呂場へと急ぐ頃に湯を入れる音が聞こえてくる。参ったな、どうすりゃいいんだ。タカ君、お風呂沸いたよ。ああこの庭先でいいよ、俺は後で入るから。ううん、せっかくだからタカ君が先に入っちゃって。まだ着替えとか用意してないし、私はお風呂長いみたいだから。そうか、それじゃあ先に入らせてもらうな。うん。さすがに一緒に入るはなかったな。お、タカ君の貴重な入浴シーン。ふう、湯に浸かり深く息を吐く。なんでこんなに落ち着かないんだ。相手は好みなんだぞ。なんでこんなドギマギする必要があるんだ。とりあえずブクブクと湯の中に潜ってみた。はあ、何の目かもため息を吐いてタオルで頭をガシガシと拭きつつリビングに戻る。テレビが消され、この身はいなかった。なんで、いつからこんなことになったんだ。いや、もういつからとか、どうしてとか、そんなことはどうでもいい。問題はそんなことじゃない。これからどうすればいいかってことだ。ソファーに身を沈め、テレビをつける。もう行かせてじゃない。こうすれば何も考えずに済むはずだったのに、パタパタと近づいてくるスプリッパーの音でまた落ち着かなくなってしまう。あ、お風呂、出たんだ。ああ、この身も入っちゃえ。テレビを見たままでそう答える。というかこの身をまともに見ることができない。うん。お湯加減はどうだった？いい湯だったよ。そうなんだ、よかった。なんだこの会話、ちょっと安心したような声。それじゃあお風呂入るね。パタパタとスリッパの音が遠ざかる。やがて風呂場からこの身が体を流す音が聞こえてきた。いやー、なんかこの状況もエロティックだな。意識しちゃう状況でさ、女の子が体を洗う音だよ。テレビのボリュームを上げる。このこんなこと考えても仕方がない、もう寝よう。寝てしまえば何も考えなくてもいい。玄関や窓の鍵がかかっているか一通り確認。この身。わあ、驚いたような声。ザバッと湯船のお湯が溢れる音がする。なに、あ、好みのちょっと裏返った声。なんか疲れたから先に寝るよ。戸締まりは確認したから、悪いけど電気を消すのはお願いな。うん、分かった。じゃあおやすみな。うん、おやすみ。お風呂で好み何してたんですかね。いや、お風呂入ってたんだよ。
何してたんですかねじゃないよ。いやー、俺の部屋には好みの布団は敷いてなかった。本当だ、敷いてない。前回が特別だっただけで、なんかそれまではずっとなんか客室みたいので好みは寝てたとか言ってたよね。そりゃ当然これが当たり前なんだから。ふう、思わず安堵の息が漏れる。寝よう、冗談抜きで疲れた。電気を消し布団に潜り込む。目をつむった。いや、このまま終わるわけないだろう。疲れているはずなのに目を閉じても眠れない。静かだ。時計の音がやけに大きく聞こえる。何度寝返りを打ったか、下で風呂場の扉の開く音が聞こえる。結構長く入ってたな。前に入浴剤のこととか話してたし、本当に風呂が好きなんだな。ってなんで俺はそんなどうでもいいことを考えてるんだよ。早く眠りたいってのに。もう一度寝返りを打つ。階段を上がってくる足音。あ、なんで2階に上がってくるんだ。そっと扉の開く音。背を向けているので見えないけど、この身が部屋を覗き込んでいるのは気配で分かった。パカ君。来たよ。この身の様子を伺うような声。何しに来たんだ。もう俺は寝てるんだ。この身も早く寝ろ。パカ君。そんな俺の気も知らず、この身はもう一度俺を呼ぶ。そして部屋の中に入ってくる気配。もう、寝ちゃったの？この身の気配がすぐ後ろに立っている。ねえ、タカ君。おお、ゆさゆさと肩を揺さぶられる。ねえ、てば。仕方ない。なんだよ、もう寝ろって。ため息をつきながら後ろを振り返る。おーい。なんかセクシーだよ。びっくりした、一瞬裸なのかと思った。ちょっとこれは可愛いな。いつもとパジャマ違うしね。言葉に詰まった。この身の今までとは違う女の子をしたパジャマの姿に胸がドキリと高鳴った。そうだよね、パジャマ違うよね。パジャマ新しいのを買ったんだ。たまお姉ちゃんに選んでもらったんだけど、似合うかな。さすがたまね、チョイス分かっとんな。ちょっと恥ずかしそうな、それでいて不安そうな質問。その質問に俺はどう返事していいか分からなかった。目の前にいるのは俺の知っている好みじゃない、俺の知らない女の子だ。好みが女の子だということ、当たり前なことなのにこれまで意識していなかった。最近では何とか意識しないようにしていたこと。そうだ、好みは女の子なんだよな。ああ。やっぱ、似合わないのかな。素直に可愛いと思った。とっても似合ってるとも思った。なのに。いや、いいんじゃないか。なのに感情の曇っていない乾いた声しか出てこない。なんかここに来てタカ君の女性が苦手っていう設定がね、出てきちゃってるんだよね。ダメだ、この身をまともに見られない。じゃあ遅いからもう寝ろって。そう言ってこの身に背を向け布団をかぶる。なぜかわからない、それ以上この身を見ていられなかった。なんでだよ、女が苦手だからか、この身を女の子って意識したからか、苦手だからってあれは好みだぞ。なぜだ、なぜだ、どうしてこんな。タカ君。いや、タカ君も悩んでんな。怒ってる。え、ぽつりとつぶやくような声。私、タカ君を怒らせるようなことした？ちょっと待てって、なんで俺が怒ってなきゃいけないん？その言葉に慌てて振り返る。そこにはこの身が今にも泣きそうな目でじっとこっちを見ていた。この身。でもタカ君最近変だよ。変？話しかけてもよそよそしいし、なんだか避けてるみたいだし。そうだよね、前回避ける好みって言ってたけど、避けてるのはタカ君の方だよね。別に避けてなんか、嘘だ、確かに最近俺は好みを避けてた。でも今日だって時々目をそらしたり避けてたり、今だって。それは今と一緒で、好みと一緒だと落ち着かなくて、どうしたらいいかわからなかったからだ。
でもなんでここまでこの身を意識しなくちゃならないんだ。やっぱりあの雑誌を、この身があんなことを書いたあの雑誌を見たからか。この身が俺に好意を持ってくれてることは知っていた。でもそれは家族のような兄弟のようなものだと思っていた。それが別のものだと分かった時、どうしようもないくらいに心が揺れて。中くん、もしかしてこの身のこと嫌いになっちゃったの？バカ言うなって、そんなことあるわけないだろ。俺がこの身を嫌いになるわけが、嫌いになるわけが、いやでもそれは幼馴染としてで、恋愛感情とかじゃ。この身は、そう、それは妹としてで。俺は誰にそんな言い訳をしているんだ。でも、じゃあどうして？それはねえ、この身はどうしたらいいの？どうしたらいつものタカ君でいてくれるの？ああ、そうか。この身を避けていた理由、やっとわかった気がする。わからない、どうしていいかわかんないよ。この身を避けたのは、この身が女の子っぽくなってそれを意識したからだけじゃない。俺は多分この身のこと、違う、この身が悪いんじゃない。そうじゃなくて、じゃあそのことをこの身に打ち明けるのか。それはダメだ。それを認めたら、それがどんな形だとしても間違いなく今までの関係じゃなくなる。あー、出た、ここで司法問題司法問題よな、今までの関係が壊れちゃうっていう。いつもそばにいてふざけたり、他愛もない会話をしたり、物事に心ついてからずっと繰り返してきたこと、それを失ってしまう。もしかしたらあまり変わらないのかもしれない。だけどどうなるかなんて誰もわからない。もし最悪この身と離れ離れになることとなったら、そりゃそれだけはダメだ。自分がヘタレだってのは分かってる。この身のうち子供って言ってたくせに、子供なのは自分の方だってことも。だとしても俺はこの時間を、この身と一緒の時間を失いたくない。タカ君、あ、いや、だからこの身が悪いんじゃないんだって。ただなんていうか、最近この身の雰囲気が変わったような気がして、ちょっと戸惑ったっていうか。だからこの身を嫌いになったわけでも、避けてるわけじゃないから。ほら、分かっただろ。分かったらもう寝ろって。嘘をついている後ろ冷たさに、この身の背を向け、布団を潜る。どのくらい時間が経っただろう。それでもこの身の気配はそこに立ち尽くしたまま動こうとしなかった。沈黙に耐えきれなくなり、もう一度振り返ろうとしたその時、この身のつぶやきが聞こえた。よかった。いやー、けなげだな、なんか。ああ、笑ってる。笑ってる。ああ、いや、なんか、なんだろう。振り返ると、この身が笑みを浮かべつつ、俺を見つめていた。もしかしたら、タカ君に嫌われたんじゃないかって。ずっとハラハラしてたから。いや、だから言っただろ。そんなことないって。この身の反応に戸惑いつつ、そう答えると、この身は少しの間、俺を見つめ、うん、軽くうなずいた。かすかに湿ったその前髪が揺れる。この身はね、何も変わってないよ。この身、この身はこの身のままだよ。何もどこも変わってないから。最初はこの身が何を言っているのかわからなかった。少ししてそれは、俺がこの身が変わって戸惑ったと言ったことへの言葉だと気づいた。背だって大きくなってないし、体重だって増えてないし、全然変わってないんだから。キュッと抱きかかえていた枕を握りしめる。今までだってそうだったし、これからだってずっとずっとこの身のままだよ。ずっとタカ君と一緒だったこの身のままだよ。この身は微笑んでいるけど、その目の端はうっすらと涙が浮かんでいる。安心したからか、それともそれの意味が何なのかは分からない。ただ俺がこの身をこんなに不安にさせてたってことは間違いなかった。この身が可愛いと思った。この身を抱きしめたいと思った。この身に自分の気持ちを打ち上げたかった。いや、ダメだ、それはできない。今はまだ、ごめんな。不安にさせちゃったか。この身はそれに否定も肯定もせず、ちょっとだけ笑った。ごめんな、この身、あと少し、もう少しだけ、今のままでいいだろう。それじゃあもう寝ろって。いつまでもそんなとこに立ってると油断するぞ。そうするとこの身は、それには何も答えず困ったような表情を見せた。どうした？一緒に寝るってこと？
寝るね。うん、あ、出てったか。扉を閉めた。ん？扉を閉めた。部屋を出ないまま。おい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 。おい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 。来た。オブ。次の瞬間、突然この身が俺のベッドに飛び込んできた。なんだ？なんか変なノリになってる。はいになってる、はいに。ちょっこら。布団の中でもぞもぞと動き、スポッと目の前にこの身の側が飛び出してきた。こら、自分の布団で。そう言いかけ、この身の手足が冷え切っているのに気づく。こんなに冷たく。仕方ないな。ほら、もっとこっち来ないと布団から落ちるぞ。この身がもっとそばに寄れるよう、横に体をずらす。一瞬この身はキョトンとするが、すぐに嬉しそうな顔を見せた。そして持っていた枕を俺の枕の隣に並べると、寒さに震えていた子猫のように俺にすり寄ってきた。体が密着し、寝まぎ越しにこの身の柔らかなぬくもりとが伝わってくる。不思議だ。なのに前みたいにドキドキしなくなった。その代わり胸のあたりが温かな感じでいっぱいになる。あったかいね。そうだな。うん、とっても暖かいよ。心地よさそうにこの身は目を細める。その声は次第にぼんやりしたものになり、まぶたが重くなっているのか、何度も目をくしくしとこすっている。この身だから。この身はこの身。なるほどな。半分寝言のような何度目かの言葉。今日使わせたんだろうな。気がつくといつの間にかこの身が寝息を立てている。安心してしまうと俺も眠くなってきた。いつかはっきり答えを出さないといけない時が来る。その時までもう少しだけ。高く。お。胸元にこの身が顔をうずめてくる感触を最後に意識が途絶えた。いやー、ただまあ高くんもついに恋心を自覚しましたね。いやー、このお泊まり編長かった。30分近くもうやってる。すごかったな、ここ。いや、でもなんか一つの大きな山を越えたって感じはするな。日曜日、子供と一緒ののんびりとした、のんびりだらりとした休日。昨日まで悩んでいたことが嘘みたいにゆったりと落ち着いた時間が過ぎていく。だからもう変に、好みを避けたりすることはもうとりあえずなくなったわけだ、高くんの中では。あとはいつその答えを好みに打ち明けるか。多分ゴールデンウィークだと思う。こんなさらに美味しくなるのかな。他愛のない会話、そんな他愛のない会話が一番大切なのだと実感した気がする。もうあっという間に日曜日は終わっちゃう。そして日は暮れて、このミニューのガレージに車が入る音が聞こえてきた。おじさんとおばさんが帰ってきたみたいだ。それじゃ何してたの、こんな夜まで。じゃあまた明日な。うん、おやすみなさい。そして門をくぐろうとしたところで、この身は足を止める。タカ君、こっちを振り返る。ん？あ、何どうした？何を言おうとしたのか、言葉を途中で濁してしまってわからない。そうか。それじゃあ、本当におやすみなさい。おやすみ。この身は玄関の扉を開け、家の中に入っていった。お帰りなさい。さて、俺も帰るか。でもさっきこの身は何を言いかけたんだろうな。なんだろうね。この身はでももう一足先にというか、恋心を完全に自覚しているからね。やっぱ恋愛に関しては女の子の方が一歩も二歩も進んでるよね。同年代で考えるとさ、4月26日、今日も朝がやってくる。階段を降りると玄関のガラスに見慣れた人影が映って見えた。聞き慣れた鍵の音がしてドアが開く。おはよう。この身、おはよう。最近早いんだな、偉いじゃないか。好みは照れくさそうな表情を浮かべる。よかった、やっぱりいつもの俺の知っている好みだ。どうかした？
いや、じゃあ支度するからああやって待っててな。うん。そう頷くとこの身は靴を脱いで玄関を上がる。さてさて、まずは顔を洗ってっと。うん。お？なんだ？今この身が見ていたような気がしたんだけど、気のせいか。あれ？なんだろう？この身、今度はこの身がちょっと変に意識しているというか、なんだろう。いやー、この身心難しいな、わかんねえな。っていうか幼馴染はやっぱでもこうなるんだね。今までの関係を壊したくないっていうさ、幼馴染との恋愛なんてしたことねえからわかんねえよ。ギャルゲーでしかしたことねえよ。実際にいんのかな、幼馴染と結婚した人なんて。なんだかもうすぐ5月って感じだね。何をもって5月って感じか知らないけど、確かにもうすぐ5月か。そうだ、来月のタカ君の運勢調べとかないと。この身のそんな言葉に思わず苦笑してしまう。いや別にいちいち調べなくてもいいって。でもタカ君に悪いことが起きそうな時とか、前もって知ってれば未然に防げるんだよ。まあ気持ちは嬉しいんだけどな。そうなの？気持ちは嬉しいんだけど、それにしても最近災難続きのような気もする。言わないでおくけど、そういえばこの身って占い事が好きな割に自分でやらないんだな。前にタロットカードの練習してたけど、あれはやめたのか。自分でやるのはもういいよ。ああ。才能ないの分かったから。才能ないって全然当たらないとか。この身はふるふると首を横に振る。ううん、当たる当たらないの前に占いを覚えられなかった。なるほどな。あれって同じカードでも位置や並び方でいろんな読み方があったりするんだ。その読み取るセンスで占いの上手か下手かが分かれるみたいなんだけど、タロットの本を何度読み返してもさっぱり分からないし、占い方はいっぱいあるし、それで何度も練習してみたんだけど結局覚えきれなくて。そして小さなため息。まあもしかしてその本、初心者向けの入門書じゃなくて本格的なやつだったんじゃないのか。え、うん、そうだけど、どうしてわかったの？まあなんとなく。なるほどね。この身は凝り性のところがあるし、そういうのは形から入ろうとするからな。最初からそんな本格的なもの簡単に覚えられるわけないだろう。でもそういうのはいきなりそんな本格的なものじゃなくて、もっと簡単な初心者向けの本から始めた方がいいじゃないのか。初心者の占い、何が初心者向けなんだろう。どうせやるならちゃんと本格的にやりたいし。だから本格的にできるようになるために、簡単なものでもコツをつかむんだって。最初からそんな難しいことしてたらなかなか覚えられないぞ。そうだけど。そう言いつつもこの身は言葉を濁す。あらら、乗り気じゃないみたいだ。まあ仕方ないか。この身にもこだわりとかそういうのがあるんだろうし。ごめんね。別に謝ることはないって。自分の趣味にそうしたこだわりを持つのは当然なんだし。タカ君です。でもそうなると難しいからって諦めるのは違う気がするな。そうだ。おっと、じゃあ今度一緒に練習してみるか。他の占いに挑戦してみるか。いやこれは一致でしょう。今度一緒に練習。他の占い、いや一緒にっていうのがこうちょっとデートフラグになるというか、そういうことだと思うんですよね。ただここまで来て選択肢外してバッドエンドとかは嫌なんで、しっかりセーブしておきます。はい、セーブ完了。1ですね。じゃあね、今度一緒に練習してみるか。一緒にってのがいいよね。この身がキョトンとした顔で俺を見る。一人で首をかしげているより誰かと一緒にやった方が覚えやすいと思うし。いいの？目の色がだんだんと期待のこもったものに変わっていく。いいよ、暇な時でよかったら。やった、いつでも暇じゃんこいつ。ありがとう。やった。そういう喜びながらこの身はご機嫌そうにパタパタ手を振った。こうやって喜ばれるとこっちもなんていうか嬉しくなる。ねえねえ、それならいつ暇になれるの？今日？明日？この身はいつでも OK。 お前も暇だな。いつって言われても今日これからとかは考えてなかったな。こういうのは休みの日とかに腰を据えてやった方がいいかも。そっか、それじゃあ今度のお休みタカ君家に行くね。
ほう、今度の休みっつうと今週の日曜ってこと？あれ、でもこれゴールデンウィーク次の休みか。あ、それともタカトのうちに来るの？いつからゴールデンウィークに入るんだ？いや、まあ、じゃあ用事がなかったらな。うん。そんなたわいもない会話をしながら子供と肩を並べて歩いていく。タカ君ってすごいね。いや、でもなんか今のその占いデート決定が結構大きなフラグになったような気がするぞ。それまで何を考えていたのか、突然この宮が感心したようにそんなことを言った。どうしたよいきなり。だって私が思ってることとかこうしてほしいなってこと分かっちゃってるんだもん。まさにツーといえばカーってくらいの。ツーとか今時そんな言い方するかな。まあいいけど。しかしこの宮のことを分かっているか。そんなつもりはないけどそうなのかな。そうだよ。でも時々どうして分かってくれないのとか思う時あるけど。もうそりゃ当然だって。付き合い長いし他のやつよりとかは好みのことを知ってるつもりだけど理解できないことだって結構あるよ。そうなの？そうだよ。まあだからっていうか生実家知っている分逆に知らない一面を見たりするとすごく戸惑ったりするけどな。そうだ、それで好みを心配かけてたんだっけ。この身を見ながらあの時のことを思い出していると、この身がどうしてんのって言うように少しだけ首をかしげた。いや、なんでもないよ。そう言ってこの身の髪を優しくくしゃりとさせる。ああ、もうナチュラルにまたそんなことできるようになったね。あの時はすっごく戸惑った。っていうか本当にどうしたらいいかわからなくなった。あれ、でもこの身が意識してんぞ、これは。まあ褒めてくれたかは知らないけど、この身にそう言われるのは悪い気はしないか。そう隣を見るが、そこにいるはずの好みがいない。好み？ふと後ろを振り返ると、階段の中あたりで好みが少しほうけた感じで立ち止まっている。好み？どうした？もう一度声をかける。すると好みは、はっとした感じで慌てて階段を降りてきた。ねえ、タカ君。なんだ？ん？再び俺の隣に立つと少しこわばった表情で好みがこっちを見る。そして口を開き何かを言いかけた。何かを言いかけるが、それがだんだんと空気が抜けるようにしようしようとなってうつむいていった。どうかしたのか。何でもちょっと呼んでみただけ。いや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 、なんそっか。なんだ、何か言いかけたけど。いやー、ゆずはら好みの憂鬱始まったな。世界の七不思議ってなんだろう。やめやめ考えるとまた眠れなくなる。七不思議が何と何かなんて俺にはどうでもいいんだ。おやすみ。ごそごそ。ピラミッドはちゃんとしてたぞ。本当だからな。いやー、ここまでにしておきますか今回。なんか多分もう次回あたりでラストまでいけるかなっていうところには入っている気がするんだよね。だってもう好みしか出てこなくなってるし。なんか玉ねえとかさ、全然他のキャラ出てこなくなっちゃったから、これもう好みエンディングに向けてこのまま一直線なんじゃないかと思われる。好みの心境の変化と占いデートがどうなるか、この恋占いの結果は果たしていい方向へと運ぶことができるのかどうか。次回もう、じゃあ次回最後まで一気にいっちゃいましょう。ちょっとどれくらい時間になるかわからないですけど、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。